綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ってことで、はい、前半残り3ホールになってます。はい、はい、まあ、デリースティーからやっていただいて、はい、パー取った数分イメージ DVD を視聴者様にプレゼントという企画をやってます。はいはい、応募は概要欄からお願いします。お願いします。はい、でちょっとさっき話してて、そういびき、はい、いびき、はい、いびき僕すごいんですよ。はいはい、でアプリにね、なんかその睡眠時間とかで録音ができてやったら、もうね、ゴーゴーみたいな感じでやってて、これはやばいっていうので、はいはい、いびきじゃなくて、まあ、なんか寝言、寝言、寝言ひどいみたいで、うん、多分ずっとゴルフしすぎて寝言で、よっしゃパー5だって言ってたみたいで、寝言で、そう寝言で、そう思いっきりもう言ってたよみたいな言われて、みたいな、覚えてないから、そう、多分次の日もゴルフだった、ゴルフで、そう、多分それで、あ、もう意識してるんだね。そう、ゴルフのこうイメトレとかしてたんじゃないですか。はっきり言ってた、結構寝言言う、そう、面白い。寝言で笑うし、なんか何言ってるか分かんないような寝言とかだったら分かるけどさ、盛り上がっちゃってんじゃん。大体なんかモニャ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 言ってる感じで、はっきり言ってたみたいで、うん、なるほどですね。みんなも寝言のエピソードあると思うんで、あ、じゃあぜひコメントですね、これは。コメントも結構見るから、そこでちょっと確認したいな、みんなの寝言のエピソード。今日私今回一人だから全部マオちゃん宛にコメント来ると思うんで、はい、まあ、コメント読みとかしてもいいかもしれない、うん、もしかしたら、ね、うん、ぜひコメントお願いします。お願いします、コメント、はい、そして次はパー5ではなくパー4です。パー4です、はい、はい、パー4です、はい、なんかもう歯ぎしりもするからマウスピースして寝てるんですけど、うんうんうん、だから今度ボトックス、うん、ボトックス行って、この顎の力を弱めるやつしようかな。うーん、治んないですよ歯ぎしり。うーん、うん、おー、いい当たり、ビシッとビシッとまっすぐ来ました。115ヤード9番アンカー、すいません、行くか、行くか、もうなんで、なんで、なんかね、このシーンね、をね、知ってる、なんかね、このシーン知ってます。もう一回していいですか。なんでこっちだった。ではですね、ちょっともう一回からしますね。大西ライオンさんのチャンネルでもまおちゃん出てるんですけど、同じホールでちょっと同じシーンでした。よし、うん。なんで？なんでって。サムネが似たようなのになっちゃうね。またポーズ、土下座みたいな格好しましょう。なってたんじゃないの？で、デリスティだからね。ちょっといつもより前だから。そうですね、いいイメージだったんですけど、はい、また同じことしたよ、何してんだ。
ないよ。おお、おお、すごい。よし、7打目。はい。もうやだ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 。何打目になったんだろう。7で7打から3パット。9。やば、一気にもう今までのパーがもう全部ボギー。まあでも今日は別にあのパー何個取ったか企画だから。そうですよね。そう、あんまスコア、ね、まあいいか、何でもいいかなって思ってた。今日はパーですよね。そう、今日はパー何個取ったかだから。ね、ああ。まあ切り替えて。そうですね。前回も行きましょう。なんかあるんですかね。なんかそう池に何か潜んでいる。まあでもちょっとね、そうだったら面白いなって少し思ってた。同じことを大西ライオンさんのチャンネルでも同じことをしてしまった。南8番パー3、池越えのパー3です。123ヤード。さっきの池があるからもうドキドキ。ドキドキです。行きます。やっぱ弱そう。7番にしよう、うん、ちょっと7番でビビってる。めちゃくちゃ7にしといてよかったよね。皆さん最後までぜひこの動画を見てください。微妙な距離。うん、傾斜がまたむずいぞ。うまい。ナイスパーです。ありがとうございます。一安心。すごいよね、カップ外して、完全にカップ外して、はい、ボールね、出すぐらいの傾斜だと思って。そう、傾斜が難しかった。まあ、じゃあナイスパーです。ありがとうございます。で、視聴者様プレゼントは5冊になったのかな。5冊で5本。今そうですね。今5本。すごい。よかった。5本ぐらいかなって思って。ちょうど5本です。前半は。そう、倍なんだよね。ちょうど5本。そう。このプレゼントも多分ね、うまくいけば発売日ぐらいな。いや、間に合うかもしれない。はい。ぜひ概要欄から応募していただいて。はい、ぜひ。たくさん多分そう、後半ももっとパー取ると思うんで。はい、後半は池には入れません。はいはい、お腹空いた。確かに、まあ、あと1ホール、はい、最後パー5。パー5ですね。はい、よっしゃー、パー5だ。パー取ってこ。うん、ナイスです。 OK です。お、いい感じで、いい感じで真ん中です。はい、まだ200ぐらいあります。はい、5番下で。いいんじゃないの。良さそう。よし、
ゆっくり振る。落ち着いて振る。はい。115。なので9番アイアンで。さっきみたいなトップはないように。落ち着いて振る。はい、まあ、パー5だからね。いけ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 、おお、またドキドキな、あー、これは入ったんじゃないですかね。ですね。なんか入りそうなオーラを出してますこれ。いや、絶対に入れたい。ドンマイス。ボギー？ボギー。こういうのが入らんの？お疲れ様です。ってことで、前半はパーが5個、はい、で視聴者プレゼントは5本、まあ、後半もあるんで。そうですね、後半もあるんで、はい、後半5枚取ればそうですね。はい。あ、じゃあまた後半動画もお願いします。お願いします。ご飯です。そう、なんかご飯がね、美味しいって聞いてて、これは何ですか？季節限定のロールキャベツです。すごくすごくうまそう。ロールキャベツのサラダ、温まりそうですね。はい、スープもついてて、ちょっと僕ね、彩り御膳、彩り、めっちゃ美味しそう。すげえ、なんかそう、なんかね、そう、いろいろなものがあって、めちゃくちゃ美味しそう。美味しそうなんですよ。これを楽しみに今日はゴルフしてます。これで、ここからもレシピが、なんかほぼ全面ガラスみたいな感じでね、はい、見通しも良くて、すごい美味しそう。食べていいですか？いただきます。ちょっと自分のカメラで、ちょっと出してください。